小学校5年生英語ということでございます。ワーク本日はですね、10ページ入りましてのユニット1の2の部分ね、ということで見ていっていきましょうということでした。ここでのテーマとしては、好きな教科、スポーツや食べ物について、尋ねたり答えたりできるようにしましょうというのが、まあ、テーマということでございましたですね。はい、そこで、一つ例文でございます。はい、What subject do you like? What subject do you like? ですね。はい、What という言葉には何という意味があります。サブジェクト、ね、教科とか、まあ、または科目なんていうんでもいいかもしれません。はい、そして You、ね、あなたは、ね、あなたは、はい、そして Like には好きという意味があった。はい、ですので What subject do you like? と言ってあげることで、あなたは、はいね、何の教科が好きですか、ね、ということで好きな教科、科目を尋ねることができるわけですね。あなたは何の教科が好きですか。そしたら、はい、I like PE。 I like PE、まあ、I というのはね、私はという意味ですね。はい、Like は同じ好き、はい、PE っていうのがね、体育ですね。まあ、教科を、科目を聞かれているので、やはりここで教科、科目を答えているわけなんだけれども、はい、I like PE なんていうことで、私は体育が好きです。ね、いうふうになってきたということでございました。はい、ですので、例えばですけれどもね、はい、今回、What subject do you like? で、体育ということではあるんですが、はい、ここで、English でなんていうのを使ってあげれば、はい、英語。私は英語が好きですということであればね、 I like English。 はい、それから算数が好きだよということであれば must なんていう言葉です。私は算数が好きです。 I like must、ね、I like must。 あとは例えば音楽が好きですよなんていうことであれば、はい、 I like musicI like music でなんていうふうに言ってあげようということであったということでございました。さらに今度はじゃあ例えばですけれどもね、ここのサブジェクトという言葉をちょっと入れ替えて、例えばフードとかカラーでなんていうふうに使ってあげれば、はい、フードというのは食べ物という意味があります。食べ物ね。はい、それからカラーには色という意味があるんだね。はい、ですから例えば What food do you like? と言ってあげれば、あなたは何の食べ物が好きですかとか、カラーに入れ替えて What color do you like? と言ってあげれば、あなたは何の色が好きですかね、いうような形で、聞くことができる。じゃあ食べ物 What food do you like? と聞かれ、I like なんちゃら、ここは教科だからね、PE と入ってるけど、例えばここで食べ物、はい、ブレッド、ね、なんていうことであればね、はい、パンですよね。私はパンが好きです。I like bread。それからピザ、まあ、ピザですよね。はい、私はピザが好きなんですよ。I like pizza。それから、カーリー&ライスね、カレーライスですね。はい、ということで、I like カーリー&ライスね、なんて言ってあげれば、私はカレーライスが好きです。っていうようになってきたということですね。じゃあ、例えばカラーを入れて、What color do you like? ね、なんていうふうにしてあげたときは、はい、じゃあ、例えばですけど、これもね、はい、私は、はい、赤が好きです。なんていうことであれば、I like red。青が好きですよなんていうことであれば、 I like blue でなんていうふうに言ってあげればいいんだねということでございました。はい、ですので今日は What なんちゃら do you like という形をとって、あなたは何のなんちゃらが好きですかね、いうような、はい、そんな聞き方でございました。基本文としては What subject do you like? あなたは何の教科が好きですか。I like PE。 私は体育が好きです、ね、私はあまり体育は好きではございません。はい、ということでございました。ではまた。